3連覇を目指す鈴木、90キロ級世界チャンピオンの泉、宗田、高井と優勝候補が続きます。今年の大会は石井選手をはじめ初出場が15名です。非常に何かこうフレッシュな感じがしますね。そうですね、今大会伸び盛りの穴井、石井といった若手の選手がどのような戦いをするか楽しみですね。楽しみですね。鈴木啓司選手から天皇杯の返還、3連覇に向け決意を新たにする瞬間です。2005年カイロの世界選手権で優勝した泉選手と新谷選手が東京運動記者クラブ柔道分科会から表彰されました。この大会は講道館柔道試合審判規定で行われ、試合時間は6分、有効以上がポイントになり、抑え込み時間は IJF ルールよりも5秒長い30秒となります。1回戦が始まります。初出場の大福寺、3回目の出場の瀬川の対戦です。天理大 OB の瀬川、日体大 OB の大福寺の対戦です。二人とも大きいですね。そうですね、同じような体型ですね。そうですね、そして相四つですね。これは、はい、左が大藤です。135キロあります。右の瀬川が133キロ。内股、大藤の内股です。1本、なかなか豪快に決めましたね。両手で相手の襟を引きつけて、ちょっと変則的な内股ですね、はい、非常に決めが良かったと思います。続く1回戦は筒井と村瀬の対戦です。筒井四段、天理大 OB、 村瀬五段、早稲田大学の OB です。赤い帯が村瀬、筒井の今大外刈りです。189センチの長身、長足ですか、ね、そうですね、釣り手を相手の脇下に差し込んで飛び込んでますね。見事な一本です。1回戦が続きます。初出場、国士舘大学2年生の石井三段、対戦相手の川村選手も初出場です。さあ、これは楽しみな対戦ですね。そうですね、喧嘩四つですから案外と石井はやりやすいと思いますよ。石井は大外刈り、大内刈りを得意にしてますね。そうですね、体落とし、体落としですね、はい、体落とし、得意の体落としですね、はい、1本です。スピードはさほどないんですけれども、非常に力強い体落としですね。初出場、いい滑り出しを見せました国士舘大学2年生の石井聡。満員の日本武道館、試合はこれから2回戦に入ります。注目の鈴木啓司の登場です。この大会初戦の相手は日大 OB の神沢雄太四段。さあ、3連覇に向け大事な初戦です。そうですね、その第1戦というのはその日のリズムを作りますから、はい、大切な試合だと思います。しかも相手は130キロ大型選手ですね。そうですね、鈴木逃れましたが、農政出身から鈴木選手の方に教育的指導ですね。そうですね、なんかちょっと鈴木選手慎重すぎるような気がします。大きな相手の神沢に対して巻き込んでいったが、これは有効です。そうですね、払い腰を返しましたね、はい、神沢の払い腰を返して、これがポイントになりました。有効です。ようやく鈴木ここでポイントを取りました。残り時間が少なくなりました。試合時間は6分、ブザーです。初戦は
相手の技を返すという有効を取りまして優勢勝ち。まず3連覇への第一歩を踏み出しました。まだこうリズムに乗れない感じがありますね。そうですね、ちょっと硬いですね。まだ大藤と佐藤の対戦です。先ほど内股一本で勝ちました大藤。赤い帯を締めているのは佐藤。また内股に行きました大藤ですが、有効ですか？有効ですね。初出場の大藤、初戦が一本勝ち。続く2回戦も自分から攻めていきます。積極的ですね。組み側の内股ですね。思わずガッツポーズが出ました。最初の有効の後、これは見事ですね。見事ですね。一本決まりました。内股でいずれも1回戦2回戦を突破した大藤。さあ世界チャンピオンの登場、泉。初出場の清家との対戦です。体重は同じ90キロ級の選手ですね、清家選手も。そうですね。泉選手は昨年12月に左足の足首に手術をしていますね、はい、でその後初めての試合だと思いますけども、そういう意味では注目してみたいですね。いつものように頭を下げる小内刈り、小内刈りから小内、小内刈りです。しかしこれは場外ですか。そうですね、わずかに外に出たみたいですね。ポイントにはなりませんでした。しかししっかり追い込んでますね。いい連絡ですね。場外、惜しくもポイントは逃しました泉。まだ4分以上残していますが、今度はどうか。大内刈り一本。白瀬主審の手が高々と上がりました。しっかり追い込んでますね。追い込んでますね。もう足首は問題ないようですね。問題ないですか。初戦は大内刈りで一本勝ちを収めた泉、世界チャンピオン。まあチャンピオンの貫禄も見せます。引き上げる顔にも何かこうね、そうですね、自信というものが伺いますね、はい、初戦突破した泉です。大会随一の巨漢です。195センチ164キロの上口。加藤博義四段との対戦になりました。体重も身長差もありますね。ありますね。上から押し潰すような技、上口。上口、上口の応援の声もかかります。さあどんな攻めを見せるか。上口、内股。加藤が奥襟を取りに来たんですね。体伸びたところですか、はい、そこを脇の下に手を差し切れて内股ですね。しっかり足上がってますね。そうですね。4分29秒上口の内股一本勝ちです。ワニブチと高橋の対戦です。同志社大学 OB ワニブチ、中央大学 OB の高橋博明。赤い帯がワニブチ。高橋は7回目の出場です。もうこの大会でもおなじみですね。そうですね、ベテランですね。内股を得意にする高橋。その内股だ。有効です。もう常に高橋が組になって試合をしてますね。残りが1分少々。有効を取りました高橋がリード。ベテランらしい落ち着きたの試合態度を見せる高橋です。足を絡めた小外掛け1本。最初のコストで相手をちょっと動きを止めて崩すんですね、はい、そして2度目で深く刈り込んでますね。なるほど。一本勝ち高橋博明。
優勝候補の一角宗田が登場しました。8年連続8回目の出場になります。初出場の友内との対戦です。国士舘大学 OB の友内、明治大学 OB の宗田の対戦です。昨年のカイロの世界選手権では100キロ超級の準優勝でしたね。そうですね、まあ、この全日本でもまだ優勝の経験がないだけに今年あたり狙ってんじゃないですかね。そうですね、今年は優勝したいところでしょうね、過去2回の準優勝があります宗田。そういった意味では滑り出し、まず初戦大事なところですね。そうですね、宗田は余裕を持って残してますね、はい、削れ紙芯を見たのに入りましたですね。友内の内股をかわして寝技に誘い込みました。一本勝ち。試合時間が6分29秒宗田崩れ上志向固めで一本勝ちです。ただいまの試合、赤宗田選手と、まあ、展開打つですから、はい、なかなか組めなくて時間がかかってますけれども、はい、まあ、落ち着いた試合運びですね。なるほどね。さあ、この後の試合に注目していきたいところです。宗田とともに8回の出場は今大会最多出場になります。正田秀和、筒井博樹との対戦になります。筑波大 OB の正田、天理大 OB の筒井、筒井の大外刈りを返すような形ですね。返しましたですね。ここからはですね、正田の得意の形なんですね、はい、ここから、筒井は189センチという長身、この投げ足と大外刈りを返した、また返しましたですね。これが技ありです。技あり、大外刈りを返して技ありを取りました。そのまま、先ほどと同じような体勢ですね。そうですね、これで足が抜ければ、さあ抑え込み、遠藤主審抑え込み。この形は正田上手なんですよね。先ほど技ありを取っていますから、25秒で技あり合わせて1本になります。縦四方固め、技ありで合わせて1本、合わせ技、正田も勝ちました。まずいい滑り出しですね。そうですね、こちら森俊介、そして1回戦体落としの一本勝ち、初出場国士舘大学2年生の石井聡。非常に練習熱心だそうですね。そうですね、本当に非常に練習熱心ですし、ですから非常にスタミナに自信を持ってますね。スタミナにね。1回戦から登場、これが2つ目の試合になります。石井聡、先ほどは得意の体落とし、さあどんな攻めを見せるか。石井の釣り手がよく動くんですね。おっと、内刈り、これも得意技ですね。そうですね、まあ、左相打ちですよね。この2人はね、石の左手がですね、はい、の肘が非常によく動きますね。この動き相手を翻弄させてますね。体落とし、大外刈り、体落としで攻める石井です。これ左ですね。そうですね、石井の左、随分動かしますね、はい、内股一本、これはスピードと勢いがありましたね。綺麗に決まりましたね。初出場の石井、3回戦進出、4分6秒、内股一本勝ちです。ただいまの試合、白石井選手の一本勝ち、決まり技内股、試合時間4分6秒。
初出場の大村三段と4回目の出場の小島五段の対戦です。小島新五段は日体大 OB、 大村三段は岡山商科大学の学生です。その大村が上から攻めます。赤い帯が見える小島新太、日体大 OB。 いいタイミングの出足払いでした。技ありですね。小島まず技ありを取りました。さあポイントを追いかける大外刈りの大村、これを返した。大村の大外刈りを、ね、結構余裕を持って受けてますね、そしてそれを巻き込むようにですね、払い巻き込みに巻き込みました。これが技ありとなりまして、小島が合わせ技一本勝ちです。小島新太五段が3回戦へ進みました。さあ高井が登場です。この人も優勝候補の一人と見ていいでしょうね。そうですね、今年に入ってカノー杯、あるいはグルジア国際、フランス国際とずっと優勝して波に乗ってますね、はい、前年はこの大会3位です。高井洋平、国士舘大学の OB、 平智也、東海大学、2回目の出場です。東海大学の OB です。この組手いかがですか。そうですね、平はですね、この長身なんですけども担ぎ技をかけるんですけれども、はい、全くそのチャンスを与えませんね、しっかりどちらかと高井が相手をコントロールしますね。内股、大内刈りですかね。大内刈りですか、はい、この技ですね。そして追い込んでいくんですね。追い込んで、はい、けんけんをするように追い込んで大内刈り、技ありになりました。さあポイントリードしました高井。試合終了です。高井洋平四段も初戦を突破しました。優勢勝ち。さあ試合はこれから3回戦に入ります。1回戦2回戦を通じて一本勝ちが12試合もあったんですね。そうですか、なかなか活気のある大会になりましたね。さあ森大輔、この人も実力者ですね。そうですね、西山正史との対戦、国士舘大学の学生です。西山はよく頑張ってここまで出てきましたね。正直言って実力の差はあると思いますよ、はい、187cm 長身の森大輔、15年16年の大会ではベスト4、3位になっています。森、これは森が相手をしっかりつかめれば投げれますね、はい、大内刈り1本、しっかり森の組み手になりましたね、はい、一本勝ちを収めました森大輔。鈴木啓司に大藤、さあこの対戦初出場の大藤に対して鈴木、相当こう緊張感、そうですね、大藤は大きいですし、今日、はい、内股が冴えてますよね。冴えてますね。 1,2 回戦はいずれも一本勝ちを収めている大藤です。日体大 OB の大藤三段、3連覇を目指します。鈴木啓司五段、1回戦は神沢を相手に有効技で優勢勝ちを収めた鈴木です。さあこの組手は内股きた、大藤積極的ですね。そうですね、よく前出ます。
まあ、この辺は十分に承知しているところだと思いますがね、はい、大藤は下がりませんね。ずっと前で来てますから。ああ下がると危ないですけれども、ね、すくい投げに行く鈴木。135キロはなかなか持ち上がりませんね。ちょっと重たいですね。2年連続この大会欠場している井上康生選手もスタンドから見つめています。まあ、今年の大会鈴木は3連覇がかかりますね、はい、篠原井上康生に並ぶ3連覇がかかる。左から小外掛け1本、これ見事な小外掛けですね。ようやく得意技出ましたね、はい、やっと鈴木らしい動きになりました、ね。大藤は少し下がりましたね。それに合わせていってますね、しかし初出場の大藤もいい試合内容でした。よくやりましたね、はい、1、2回戦はいずれも内股で一本勝ち。まあ、なんといっても最優勝候補のね、有力候補の鈴木選手との対戦に敗れました大藤ですが、健闘を見せました。さあ、これでいい流れ掴んでほしいですね。そうですね、鈴木選手は、はい。まあ、一つ得意な形が出ました。出ましたね。さあ、これも注目の対戦になります。身長差で22センチ体重差で74キロという大きな上口に対して90キロ級の泉博士の対戦です。これは全日本選手権の無差別のもういいところですね。そうですね、まあ、その日本ならではの組み合わせになりました。195センチ164キロの上口、173センチ90キロ級世界チャンピオンの泉、どう攻めますかね。押し潰す。もう上口にはかわいそうですけど、観衆のほとんどは泉の応援ですね。まあ、そうですよね。おっと、一本強いに行きました泉。泉はこういう背負い投げとか肩車なんかもありますけどね、はい、これは肩車はちょっと無理でしょうけど、足技を使っていくしかないですよね、はい、今見せたような小内、大内、おっと足払いに来た。大内を返しに来ましたけども、上口は決して大きいんですけども不器用じゃないんですよね。あ、体重差74キロっていうのはね。そうですね、上から押し付けられてますね、動きを封じられると具合が悪い泉ですが、相手をどうにかして動かしたいところですね。足技有効です。非常にタイミングのいい出足払いですね、はい、2度3度と刈り込んでますね。払い込んでます。はい、ああ差し物巨漢も地響きを立ててね、倒れました。さあ、ポイントリードを奪った小内刈り。やはり大きい相手には足技が非常に効果的です ね。これはポイントにはならなかったようですね。先ほどの出足払いが有効です。ブザーが鳴りました。泉が上口を破りました。出足払い有効、一つ取りました泉。疲れたでしょう。74キロの体重差を跳ね返しました泉、優勢勝ち。準々決勝、はい、勝力大を制すという難点ですね。そうですね、はい、柔道の醍醐味を十分味わっていただきました。場内からも大きな拍手が送られました。ただいまの試合、赤泉選手の優勢勝ち。さあ、宗田です。一応ここまでのところ優勝候補と思われる選手がね、勝ち進んできてますね。宗田に対するのは高橋徳造。高橋選手は天理大 OB で2回目の出場になります。昨年の国体ではですね、はい、この高橋が内股で宗田を投げて勝ったことがあったんですね。ああ、そうですか、はい、さあ、その高橋に対して宗田、宗田の組手とは喧嘩四つですね。高橋は右の組手ですね。
宗田への声援が大きくなりました。内股からちょっと小内側に引っ掛けましたですね。そうですね、展開打ちで長身ですが意外とやりにくいんでしょうね。あ、さあ体落とし気味の外巻き込みですね。上半身をしっかり引きつけてました。あ、これが技ありになりました。宗田の技になりました。もう一度ご覧いただきましょう。ですね、足を大きく外に出してますね。そして高橋の左腕を巻き込んでますね。そうですね、しっかり抱えてますから。ブザーが鳴りました。宗田高橋を下しました。外巻き込みが技ありとなりました。宗田優勢勝ちを収めて準々決勝進出です。まず安定した試合運びですね。はい、まあ、試合を進めるごとに各選手とも次第にこう自分の調子を掴んでいきますからね。はい、そして石井聡、注目の新人、対戦相手初出場の庄司五段です。日大 OB、 今年の全日本の体重別この100キロクラスの庄司はチャンピオンですからね。はい、同じ100キロ級ですね。石井選手も体重は105キロ、身長は181センチ上回ります石井。庄司はクセモンなんですよね。非常に変わった技をたくさん、対応しながら、はい、試合を組み立てるタイプです。体落とし、石井の体落としです。組み手は石井の左で庄司の右という喧嘩四つ。19歳の石井、さあ今度はどういう攻めか。大内刈り、石井の動きがいいですね。はい、なんか自信持ってこう試合に臨んでるんですね、石井選手は。なんか癖物の庄司に何も柔道させてませんね。石井、体落とし有効です。体落としが有効になりました。抑え込み、これまで2試合はいずれも一本勝ち。なんか力強い体落としですね。そうですね、一本上四方固めで抑え込みました石井。これで1回戦から全て3試合一本勝ちです。気分は良くしてますね。いかにもこう若手らしい試合の進め方ですね。小島と高井の対戦になりました。140キロの重量級の高井に対して105キロの小島新た。この前の試合で大内刈りが技ありになった高井ですが、だんだん自分のペースで柔道をしてますね。はい、今の小島の内股も余裕を持って残してます。二人とも左の相四つになります。内側に技ありです。いいタイミングですね。はい、しっかり追い込んで非常に一本に近いもう技ありですね。うん、そうですね、技ありになりました高井。もう時間がありません。ブザーです。結局高井小島の対戦は高井の技ありがありまして優勢勝ち高井です。だんだん高井らしい動きになってきました。さあこれで
準々決勝の進出者が決まりました。ご覧の8人です。高井と石井という国士舘の大きい先輩後輩、先輩後輩ですね、対戦ですね。この大会9連覇という山下泰裕さん、19歳10ヶ月での優勝、最年少記録も持っています。鈴木啓司選手はこの大会3連覇がかかります。森大輔との対戦、森大輔鈴木啓司の対戦です。これは3連覇を目指す鈴木にとって一つの関門になりそうですね。そうですね、これまでの鈴木はあまり本調子と言えない感じがしますけれども、はい、この辺で調子を出してほしいところですね。赤い帯の森、15年の大会16年の大会ともに3位になっています。上背がありますからね。そうですね、森は非常に懐が深いんですね、はい、ですから受けが強いし、ね、やりにくいと思いますよ。組手も右と左ですよね、はい、さあ先ほども鈴木は得意の細外掛けが出ました、足技が出ましたが、この森選手にはどんな攻めが通じますか。そうですね、やはり足技で崩してですね、自分の形を作っていくことが大切だと思います、はい、と打ち上げ、そうですね、こういう感じで足技をたくさん使っていった方がいいと思いますね、はい、いいところにかかりましたね。まだ互いにポイントがありません。試合がどんどん経過していきます。残りが1分台になりました。もう残り30秒を切りました。ちょっと森が、そうですね、技が少なくなってきた感じがありますね。あの森は意外と自分の組手になってからも技の出が遅いんですね。あ、時間がもうなくなりました。ポイントがないまま試合終了か。ブザーです。お互い掲示板のポイントがありません。旗の判定になります。白3本鈴木に揃いました。3対0判定勝ち。もう今一つ鈴木の足技が出ませんね、はい、天理大学の学生穴井高政に対する90キロ級の世界チャンピオン泉博士。穴井は今年の加納杯の100キロ級の優勝者です。この大会2回戦は大金を相手の警告で破りました。3回戦は九州の高橋博明を旗の判定で破って、この泉との対戦を迎えています。穴井選手も非常に注目される選手ですね。そうですね、もう高校時代からですね、はい、期待されて、メキメキと力をつけている選手ですね、さあ泉は先ほど上口というね、非常に74キロの体重差の選手を破っていますが、はい、疲れがないかどうか。締め技に入ろうとしてますね、はい、逃れた穴井です。これどちらがやりにくいんですかね。そうですね、いやこれお互いにやりにくいでしょうね。やりにくいですかね、はい、奥襟を取りました穴井。一本背負いに行った、有効です。穴井のですね、はい、釣り手が泉の頭を越えて肩入れのようになりましたね。ですからこの泉の体がよく回転できたんでしょうね。なるほどね、長身の穴井の懐に入っていきました泉。まず先にポイントを取ったのは泉です。穴井の内股、どんどん穴井を攻めてほしいですね。そうですね、ポイント取られてますからね。背負い投げだ泉、さあすくい投げに行く泉のすくい投げは、ポイントにはなりません。残り20秒切りました。泉ポイントでリードしています。小内刈り、これ技ありですね。いいタイミングですね、これは非常にいいタイミングですね。綺麗に決まりましたね、はい、もう穴井は受け身をしてますね。技ありになりました。残り10秒、
結局試合終了となって、泉の優勢勝ちとなりました。花井はここで敗れました。でも積極的にお互いが攻撃し合った内容のある試合でした。そうでしたね。今後花井にももっと頑張ってほしいところですね。ああ、世界チャンピオンやりますね。はい、宗田翔太という注目の対戦です。共にこの大会8回目の出場です。最多出場。ああ、宗田選手のお父さんですね、俊幸さんも見つめています。組手は宗田の左で翔太が右なんですね。喧嘩打ちですから、はい、引き手をしっかり取った方が非常に有利になりますね、はい、さあその点組手から注目したいこの対戦です。まあ、宗田は喧嘩打ちですと内股対応とし、あと裏投げがありますね、はい、翔太の方は翔太は大内刈りですね。大内刈り対応としですね。まず宗田だいぶ動きが出てきました。宗田に翔太、宗田の組手ですね、はい、これまでの試合よりもちょっと動きが出てきましたね、宗田は、はい、さあ接近戦は内股、まだまだでも宗田は余裕を持ってさばいていますね。翔太の強烈な内股、場内を沸かせます。翔太に宗田の対戦、準々決勝。さあ何が出るか、宗田内股、帯から背中に持ち手を変えました。翔太、おっと宗田の裏返しを返したようですね。そうですね、宗田の得意技なんですけれども、裏投げですね。後ろ襟を持ちましてですね、はい、そして大きく反ってここから裏投げ行こうと思ったわけですね、はあ、でそれはなんか翔太が見透かしたようにですね、体をずらして透かしました。はい、決まり技とすると攻め落とし、そうですね、攻め落としに類する技ということだと思います。ああ、見事な一本を取りました翔太。宗田は準々決勝で敗退となりました。これは意外な展開でした。ああ、この対戦も注目されます。国士舘大学の学生2年生石井聡、 OB 国士舘大学の先輩になります高井洋平、19歳の石井に23歳の高井、相変わらず動きがいいですね。そうですね、石井は積極的ですね。練習量豊富、スタミナの豊富な石、お先先と攻めてますね、そうですね。もうお互いはよく手の内は知り合っている中でしょうからね。お互いに技を十分知ってるでしょうから。すくい投げに行きます石井です。もう後輩という意識はないですね。ないですね、見てても物おじがしてないようですよね、はい、先輩の意地もあるでしょう高い。有効です。今のうまかったですね。最初の大内刈りをちょっとかけてですね、はい、相手が崩れたところもう一度大内刈りかけに来ましたね。そしてちょうど相手高井 のかかとにその足が引っかかりました、はい、もう石井の積極性が目立ちますね。目立ちますね。スブザーです。後輩が先輩を破りました。19歳の石井、国士舘大学2年生、23歳の大学の先輩高井を破りました。石井が準決勝で、これで石井と翔太の対戦ということになりました。そうですね、
なんか高井は石井の動きについていけませんでしたね。そうでしたね。準々決勝が終わってこれから試合は準決勝へと進んでいきます。ベスト4に残ったのが鈴木、泉、正田、石井。まず鈴木と泉の対戦です。100キロ級の世界チャンピオン鈴木に対して90キロ級の世界チャンピオン泉。まだ鈴木は本来の調子が出ていないように思うんですけれども。そうですね、これまでの試合は鈴木らしさがないですね。泉の方はだいぶもう泉はペースになってますね。そうですね、もう泉の良さが十分出てます、はい、それだけにこの2人の対戦が注目されます。ポイントはどこでしょうか。そうですね、鈴木やはりどれだけ足技を使って自分のこの形に持っていくかでしょうね、はい、しかし泉もよく知ってますからね、もう鈴木の動きを、はい、なかなかそう簡単に技が変わるとは思いません。泉の攻めはどんな風が。泉は担ぎたいところですね。担ぎたい。相手の中に入るチャンスを伺う泉。慎重ですよね、お互いに技を知ってるもんですから、ね、中途半端な技をかけると返されますから、はあはあ、鈴木も視線を相手の足のあたりに落としていますが技が出ません。頭をつけ合います。技が出ない。そうですね、無理した方がですね、やっぱり返される確率が高くなりますから、うん、両者に教育的指導となりました。開始1分20秒のところで両者に教育的指導です。さあどんな展開になっていくのか、ここからどっちが先に仕掛けるかですね。泉大内刈り。泉大内を鈴木は返しに来ましたね、はい、しかしもう泉の足腰は強いですね、うん、3連覇が非常にこうプレッシャーになっているんでしょうか。鈴木本来の動きがまだ見られません。組み合った大外刈り鈴木、うん、やはり泉の足腰の強さですね、寝技に行きます鈴木です。ここから三角に入りたいところですね、はい、この辺の一連の流れももう鈴木泉は十分取られてますよね。泉はもう落ち着いて対応してますね、どうかよく帰りました。鈴木が今大外刈りから攻めていきましたね。そうですね、しっかり要領を持つと攻めることができますよね、はい、しかしなかなか自分のいいところを持たせないようにしてくれませんね。さあこれで持ちました。さあこういう形ですね、ここからなら攻めれますね。さあここから得意の足技、鈴木足技がまだ十分には出していません。さっと鈴木ですね、まあ、こういう攻めでしょうね鈴木は、はいはい、この鈴木の小速というのは独特なんですね、はい、ちょっと高い位置に少しかけてですね、でだんだん一応2段3段と下の方に落としてくるんですね。なるほどね。ちょっと泉の方もこう守りに回ってるような感じですね。そうですね、ここのと組み手は鈴木の組み手ですね、はい、しっかり組まれる前に泉が、ね、出てますが、はい、さあ試合終了です。旗の判定になります。またまた旗の判定に持ち込んだ鈴木です。白の旗が上がれば泉、赤は鈴木、判定は赤3本鈴木に揃いました。3対0。そうですね、先ほどのポスト狩りですかね、はい、で腹ばいになったのがありましたね。これで鈴木がまず決勝進出を決めました。いよいよ3連覇にあと1勝となった鈴木です。泉よく検討しましたが敗退です。そして
鈴木と決勝の対戦相手は正高石井か。この大会8回出場、最多出場の正田に、初出場の石井が決勝進出をかけての対戦になりました。柏崎さん、はい、この試合のポイントはどこにありますか。で、石井がどれだけ動き回ってですね、はい、正田を翻弄するかですね、石井の動き、正田はしっかり見てですね、動きを止めたいところですね、はい、うまいんですよね、こうして石井の組み手ですね、今のは正田の手が浮いてますね。おっと、内刈り有効、正田も大内返しに行ってるんですね。そうなんですね、はい、石井はでも自分で言ってるんですけども、私は大内返しは怖くないって言うんですよね。ああ、そうですか、はい、もう体をぐわっとこう乗せていきましたね。ちょうどこの試合は柏崎さんが主審を務めています。近くでご覧になっているんですが、はい、終始ですね、やはり石井の方が組み合ってる感じがしましたね、はい、相手のですね、今手を切りに行きますね、正田の手を切りに行きます。今度は体落とし、とにかくもう自分の柔道をやるんだという気持ちがよく表れてますね。そんな感じですね、はい、正田の左手ですね、浮くんですよね、切られて。あ、そうすると試合のペースとしてはもう石井のペースなんですかね。そうですね、これはもう完全に石井の流れですね。非常に上手に切りますね、また大内刈り有効ですか。有効ですね、有効ですね。これで石井が2つ目の有効、そうですね、はい、1回手が切れてますね、正田の手が、左手が空中に浮いてますね。なるほどね、これで2つ有効、リードを広げました石井です。さあ、このままいきますと石井の決勝進出が決まります。正田も石井を下して初の決勝進出を狙いたいところですが、有効2つ取られています。今度は内股、また大内刈りです。大内刈りですね、正代やっとこう体をひねりましたけれども、やはり石井が常に組み合っているからこういう技が出るわけですね。なるほど、さあ残り時間少なくなって、ちょっとこう時間稼ぎのような感じもありますね。ルアーが鳴りました。しかし2つの有効を取っている石井、今日の石井は非常に大内刈りが冴えてますね。なるほどね、優勢勝ちは石井、初出場で決勝進出です。ただいまの試合、白石井選手の優勢勝ち、内容堂々たる勝ちっぷりです。またそうですね、初出場というイメージはなくなりましたね。そうですね、国士舘大学の先輩の鈴木啓司、そして国士舘大学2年生の石井聡。大きな拍手に迎えられて試合場に姿を現しました。3連覇目前、3連覇まであと1勝と迫りました鈴木啓司。平成18年柔道日本一は国士舘大学の先輩後輩で争うことになりました。いよいよ決勝戦、鈴木啓司、石井聡。気合入ってますね。入ってますね、気持ちの上ではもう石井選手はかなりこう
高ぶるものが、ね、藤井選手、主審の藤井先生、礼法を厳しく指導しましたね。そうですね、大変いいことだと思います。しかしそういう精神的な動揺はないでしょうね、石井選手の方が、ね、ないと思いますね。もう、さあ柏崎さん、この試合のポイントはどこになりますか。石井がこれまで通りの動きでですね、試合を組みかけることができるかですね。しかしもうどちらかというと石井は鈴木の胸を借りて育ってきたわけですから。そうでしょうね。もう鈴木も十分に石井の動きを知ってるでしょうから、まあ、これまで通りの試合展開にはならないでしょうね。ただ石井の方はとにかくもう自分のエンジン全開という感じでここまで決勝まで来ましたね。はい、非常に調子のいい石井とですね、本調子じゃない鈴木の戦いという感じはしますけれども、まあ、これまでの実績から言ってそれでもまだ鈴木選手の方が有利という、そうですね、というふうに思いますね。互いに足技を見せました。やはり決勝戦は先ほどまでの石井の動きはないですね。やはり鈴木選手がしっかり相手をコントロールしているような感じしますね。なるほどね。この辺りは先輩有利で試合が展開しています。そうですね、鈴木はむしろ自信を持ってますよね。お互いにポイントはありませんが、これまでの流れでは鈴木がややこう、そうですね、流れは完全に鈴木の流れで進んでますね。これも三角に入ろうとしてますけども、石井はもう読んでますね、余裕を持ってますね、足と足を押さえながら。この間にも試合時間が刻々と少なくなっていきます。お腕を狙うか、決められません。待て、残り20秒の勝負。さあ3連覇がかかる鈴木、初出場初優勝がかかります石井。大内刈り、どうか、有効、石井のポイントです。場内もどよめきました。この段階で石井がポイントですよ。鈴木の両手がですね、一瞬石井の胴着から完全に離れましたね。両手が宙に浮いたような形になりました。残り3秒、3連覇絶望です。ブザーが鳴りました。19歳の石井聡、初出場初優勝、見事な優勝を飾りました。6分間の中でたった一度しかなかったチャンスをですね、あれは鈴木の一瞬の隙を見逃さない、思いっきりのいい大打ち合いでした。3連覇逃した鈴木、それ以上にこの初出場で